皆さん、こんにちは。5月27日、金曜日、リビングライフの時間です。私は、日本キリスト教団仙台宮城の教会牧師の斎藤厚と申します。今日も皆さんと共に、御言葉の恵みを味わってまいりましょう。本日、私たちに与えられました聖書の言葉は、新約聖書、コリント人への手紙第1の 十二章一節から十一節です。そしてテーマは。多様な賜物の根源は。一つの御霊です。です。コリント人への手紙。第一。十二章。一節から十一節。 さて、兄弟たち、御霊のたまものについては、私はあなた方に知らずにいてほしくありません。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には、誘われるまま、物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって、語る者は誰も、イエスは呪われよ。 ということはなくまた聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんさて賜物はいろいろありますが与える方は同じ御霊です奉仕はいろいろありますが使える相手は同じ主です働きはいろいろありますが同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます 皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しのたまもの、ある人には 奇跡を行う力ある人には予言ある人には霊を見分ける力ある人には主樹の威厳ある人には威厳を解き明かす力が与えられています同じ一つの御霊がこれら全てのことをなさるのであり御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。 今日私たちに与えられました聖書の言葉の中でパウロがコリントの教会の一人一人に対して伝えようとしていたことそれは賜物についてですまあ私たちはこの賜物という言葉をどのように捉えることができるだろうかというところからですね今日この聖書の言葉からまあ目想を得てまいりたいと思うわけですけれども賜物 それは、贈り物という言い方で私たちは言い換えることができるかもしれませんし、また、プレゼントであるとか、ギフトという言葉で私たちはそれを捉えることができるわけです。まあ、この賜物というものはですね、私たちが欲しくないものをですね、なんか無理やり与えられるようなそういうものとは全然違うわけです。 もう私たち一人一人のことを考えてその人のためにふさわしいものがこの与えられる。また与える側もですね、その人が本当に喜んでほしい、それを受け取った時にその人が生き生きとしてほしいというこの願いのもとにですね、そういうプレゼントであるとかギフトというものがこう贈られるということは、まあ私たち一般のですね、この 社会の中で、世界でですね、こう贈り物を贈るという時にこう考えることと全く一緒なわけなんです。私たちがですね、お世話になった人に対して、また愛する人に対してギフトを贈ろうという時にですね、わざわざですね、相手の嫌がるものをですね、あげたりするということはないわけですよね。やっぱりそれを受け取ってくれた人が喜ぶ顔がですね、こう思い浮かんできてですね、 そしてこの人にこれを使ってほしいとこう願うからこそそれが本当にその人にとってギフトであり贈り物でありそして賜物へとなっていくということなんです。ですから私たちはですね今日この賜物ということを考えるときに基本的に私たちがもらって 嫌なものではないんだということをですね、まず前提に考えていきたいと思うんです。もらいたくないものを神様は私に落ち着け、押し付けた。それが賜物なんだなんていうふうには思う必要は全くないわけです。で、そのことを踏まえてですね、この賜物っていうのがどのような形をもって与えられているのかというのが、今日のこのテーマである、見霊の賜物である。 御霊つまり聖霊なる神様が様々な形を持って私たちにですね、この知恵、力、そういうものをですね、与えてくださるっていうんです。だから聖霊様っていうのはですね、そういう力を伴って私たち一人一人に余すところなく与えられるものなんだということもですね、私たちは今日この御言葉をいただくときに考えなければ、 いいいけないというわけななとうわんです、まあ、そもそも聖霊様というのはですねこの父なる神様そして子なるイエス・キリストがですね自分たちに代わるあなた方つまり私たち一人一人を守る弁護者として与えると約束してもらったしたされたものがその精霊様なわけです。 だから私たちを守り助けるために賜物も与えられている。ですから私たちはですね、その賜物というのが自分に与えられている賜物というのが一体何なのかということは私たち一人一人がですね、神様と深い対話をしていく中でですね、やっぱりそういうものをこう自分の中で認識していくことっていうのはとても大事であると言えると思うのです。 そしてこの聖霊様がもたらす働きということについて3節にはこのように書かれています。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなくまた聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。 つまり精霊というものは、あの私たち一人一人に与えられた、私たちが喜ぶために神様が与えてくださったギフトであるということなんだけれども、それは最終的に私たちがその賜物を持って神様を賛美する。神様を褒めたたえる。そして神様こそ私たちの主であられるということをに、この帰っていくような賜物のの用いられ方が このされていくというのがこの精霊様によるこの賜物のもたらすものであるということが言えるわけです。七節以降にはですね賜物の種類というものについてこうルル書き繋がられているわけです。知恵の言葉知識の言葉 信仰癒し奇跡を行う力予言物事を見分ける力威厳を語る力もあればそれを解き明かす力も全ては精霊様の賜物によるものなんだとこのパウロはですね書きつなれているわけなんです。でこれを通してですね私たちはやはりこう考えさせられるものがあるわけですねそれれは何かとというとこれだけですね。 この精霊様がもたらす賜物は多種多様に及んでいるという時に私たちはやはりみんな同じではないっていうことなんです。あの人にはこの賜物を与えられているけど私には与えられていない。だからといって私はあの賜物が与えられていないからといって何か不公平に感じたり落ち込む必要は全くないわけです。 実は自分に気づかない他の人にはないこんなに素晴らしい賜物があるじゃないかということに私たちは神様によって気づかされていくわけなんですだから自分に与えられている賜物は一体何なのかということをですね私たちはこの見極めていく認識していくこれはとっても大切なことであると言えるのです 質問の後でこのことをもう少し具体的に考えてみたいと思います精霊による賜物とは何でしょうか神様は 私たち一人一人だからこそ私たち一人一人が本当にこの生きていくようなこの持ち味が生かされていくようなそのギフト贈り物をその精霊の賜物として私たちに与えてくださいましたですから私たち一人一人がそれぞれに与えられるその精霊の賜物っていうのは違ってて当然なんです ロボットのようにですねみんな確一的に同じ賜物が与えられているわけではない。だから私にとって神様はベストと覚える賜物が与えられていることに私たちは是非喜びたいと思うんです。今日与えられた御言葉の11節にはこのようにあります。御霊は御心のままに 一人一人それぞれにたまものを分け与えてくださるのです。ここには神の御心というものが十分にこの込められているんだと。で、私たち一人一人にはなかなかそれは気づくことが難しいかもしれない。しかしですね、神様はですね、この私だからこそ神様が用いてくださるんだと思えるように、気づけるように私たち一人一人を この導いてくださるんですあとはですね私たちがですねそういう神様がこの私に大切なものを与えてくださるんだというその気づきとそれを受け入れようとする心があればですね私たちは見言葉ば言葉もそうですし、まあ、その他もそうなんだけれどもこの賜物が与えられてないことで落ち込む必要はないし 他の人を羨む必要も全くなくなります本当に神様に愛されて御心によって賜物が与えられていることそのことに喜んで歩むことができますようにお祈りをしたいと思います神様私たち一人一人にあなたは格別な賜物を与えてくださっていますそれが何であるかをどうぞ私たち一人一人に気づかせてください そしてそれを喜ぶものとさせてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン